宇宙世紀135年、連絡貨物船サディン107が木星軍残党と思われるモビルスーツ数機に拿捕されるという事件が発生。事態を深刻に見た連邦軍上層部は、私ことハリソン・マディン大尉に奪還の命を下した。いいね、ハリソン。あの船の積み荷を、あれを誰にも渡してはならない。絶対に。これは命令だ。しかし、あれは我が連邦の重大な汚職の記録なのだ。公にされることがあってはならない。私は、そのようなことのために戦っているわけでは。大人になりたまえ、ハリソン君。それがどれほど連邦上層部に被害を与えるか、わからぬわけではあるまい。どんなものであれ、連邦に住む人々の財産を守るのは君の仕事だろ。は。ああ、それと、荷物船の乗組員28名、作戦遂行中に犠牲になったとしても、私は誰も咎める気はありはしないよ。元より乗組員を犠牲にする気などはない。だが、木星軍にそれをみすみす奪われてしまってはならない。そしてその時、私は予期せぬかつての戦友と巡り合うこととなる。そう、彼ら宇宙海賊たちと。海賊の宝。やはりこの郵便船を狙ってきたか。カッキー、敵の位置を割り出せ。サディン107には絶対に近づけさせるな。海賊軍だと？奴ら何をする気だ？見えたぞい！ターゲットの郵便船だ。はて、護衛しているのは連邦軍かな。リトルグレーはこのまま固定。じいさん、分かっているね。任せておけ。久しぶりに腕が鳴るわい。海賊軍動き出しました。サディン107に接近。海賊といえど、郵便船への接近を許してはならん。やむを得ん。奴らを制止する。半端な覚悟で来るのなら、大怪我どころじゃ済まないぜ。ほほほほほほほ、これは面白いことになったわ。連邦と海賊どもが牽制し合って殺し合っている。良い眺めだわ。実にいい。まさかこんなところで憎き海賊軍が出てくるとは思わなかったけど、でもおかげで我らの脱出はしやすくなりそうね。しかし依然クロスボーンガンダムの姿が見えません。監視を続けなさい。
やつにはいろいろと苦い思いがある。注意を怠ってはダメよ。はっ。2年前、高額の賄賂に目がくらみ、我ら木星軍が地球へ近づきやすくする便宜を図った連邦政府のある高官の記録、薄汚い背任の証拠。随分と苦労したのよ、この船に積み込ませるのだって。しかし今や連邦の腐敗なんて暴いたって何の得にもならないわ。だから連邦に買い取っていただきましょう。高い高いお金でね。私たちから賄賂を受け取って自分たちだけぬくぬくと声太って、私たちが惨めに負けて食うや食わずの生活を続けているなんて許せないじゃない。だから絞り取ってやるのよ。取れるところからは取れるだけ。それが当然の権利だと思わない？なるほどね、そういった事情か。まあ、わからんでもないけどね。でもやめてほしいね、なんかせこいし。貴様、何者だ？何って？海賊だけど。バカな、どうやってここに来た？意外と楽だったよ、みんなモビルスーツ船の方ばっかり見てたからさ。トビア、例のものは手に入れたわ。乗組員も全員救出、脱出したわ。了解、それじゃあこちらも脱出だ。 X1 の信号を確認。ちゃんといただいたようね。これ以上の戦闘は不要、全機撤退せよ。よっしゃ、うまくやりおったな、トビアよ。ドクロの機体。そうか、こいつがスカルハートか。おのれ、海賊め、逃がすな、生かして返すな。ちぇ、やっぱり簡単には返してはくれないか。サディン107に木星軍、あのガンダムも一緒か。木星軍を引きつけるために我々をおとりに。恨み重なる海賊軍め、貴様らさえいなければ。迷惑なんだよ、俺たちとしても。よし来い、相手になってやる。これでどうだ。好き勝手やってんじゃないわよ。やったわね。見ていなさい。集中するんだ、トビア。
動けなくなる前に逃げた方がいいんじゃないかい。私に任せろ。落としてみせる。この動きについてこれるか。してろ。当たりゃしないわよ。やったわね。見ていなさい。どうした、聞いていないぞ。まだだ。この程度の攻撃では落ちんよ。せこいですって。我らがこんな惨めな思いをしているのも誰のせいだ、てめえ。トビア。大丈夫、任せて。よし来い、相手になってやる。これならどうだ。そこだ。これじゃやられちゃうじゃないの。やったわね。見ていなさい。悪いけど、このまま落とさせてもらうよ。私に任せろ。落としてみせる。この動きについてこれるか。この間合いなら外さん。そんなバカな。どうやら今回は私の勝ちのようだな。まさか、まさか、おのれ！このサディン107を壊されるわけにはいかん。手を引け、海賊。かつて私は木星戦役の時、貴様らと共に戦ったこともある。戦いたくはない。だが貴様らの狙いが木星軍残党と同じならば。興味ないね。の今回は海賊に来たんじゃない。俺たちに届く荷物を取り返しに来ただけだ。
しかしそれももう済んだのでね。失礼する。大尉、海賊軍が逃げます。追撃します。待て。いい。え、はい。それより撒き散らかされたコンテナの回収に当たれ。はっ。ハリソン、何をしているか。コンテナを回収したら例のものが一般兵に発覚する恐れが。はっ。しかし、なんであれ国民の財産を守るのが私の任務でありますから。失礼します。ハリソン、貴様は。どうせ出世には縁がない。しかし、海賊に届く荷物ってのは何だったのかね。はーい、皆さん、お待ちかね。地球からの手紙です。いよー、待ってました。やだ、見て、かわいい。どれどれ。お元気そうで何よりです。キンケドゥさん、ベラ艦長。